さんにチューです。いやお母さん、じゃあ勝ちいいや。セキジ、すごいすごい。ハチ、次頑張れ。グッと入れろ。皆さんこんにちは、おはらチャンネルです。すごい、ハチ言ったな。オッケーオッケー、今日はっきり言えた。ということで、黒ひげ危機一髪のオラフバージョンでーす。これずっと前から我が家にあるんですけれども、今日はですね、兄弟対決。よし、兄弟対決、一発で、どっちが勝つかっていう曲になります。 OK、 もう簡単なことや、はい、1本ずつ入れていってパシャンって上がった方がアウト。ただいきます。パシャンって上がってもそれを上手にキャッチした場合セーフとします。おー、分かった。はい、で、勝った人は、小原さんからお菓子のプレゼント、OK、があります。で、負けた人は、まあ、いつもちゃんと言えてないかなと思って、まあ、日頃のお母さんへの感謝の気持ちを伝えていただこうと。なので、今回はチューだね、絶対。じゃあチューにしよう。じゃあチューで。負けた人はお母さんにチューです。いや、お母さんじゃあ勝ちいいや。絶対勝てない。負けない負ける自信がある。これは運やから。これ運やんか。勝ったら、グミ。負けたらお母さんにほっぺにチュー。わかったね。はい、じゃあどっちから先？最初はグー。じゃんけんぽい。あ、いこうでしょ。みんな8から。グッと刺したな。オッケー。早いね、聖吉。はい。8。はい、次聖吉。選ばへんの、全然。8。正吉、選ぶって。どこ入れようかなって。8。グッといった。正吉、すごいすごい。8、次、頑張れ。グッと入れろ。いやでもセーフの場合さ、セーフ。ビヨーン。セーフの場合は、最後まで残ることないよ。でも絶対飛ぶよ、どっか。はい、8。一本な。マジで。下にあるから。それの狙いは。グッと入れた。これこっくらいなさ。待って、これ落ちたやつを最近入れただけやから。もう一本。これ飛ぶよね。なんか。ハチハチ、分かった、ハチの負けもうセアジ、ゲームでそんなんしたあかんわ。セアジ、そんなんしたあかんわ。カッコ悪いわ。聖吉負けてもそんなんせえへんで、やっぱり。つうことで、はい、オラフ危機一髪。はい、ハチ、罰ゲーム。ハチ、ホップに中間に、あいつは。ということで、じゃあ先生が注意しなの釣り組と、はい、じゃあ正義長お願いします。ありがとうございます。ええやつ、お兄ちゃん。ハチはまだな、やっぱこんな時でも勝ちたいな。で、始まる前に、うわー、シークレット当たった。全然押さないね、まだ。見て、シークレット当たった。それこれシークレットな、知らんけど釣り組にもいろいろあるんや。でも昨日レベル5当たった。子供これすごい好きなんよね、この釣り組。色んながあって、昨日レベル5当たった。すげえこれ。レベル5、レベル5、レベル4。で、これはシークレットの2つ、ちぎれたらあかんのよ。でも途中で切れたら終わりだ。でも昨日のキッズブライトでレベル5当たったから、それでいってやから、レベル4の緊張に切れます。切れたらアウトね。切れたらもう一回切る。切れたらもう、お母さん言ってないけど、そして切れろ、切れろ、切れろ、切れないで、切れない。切れたー。これがむずいね、意外と。切れたな、もう完全に切れたな。でも今釣り竿のところ持ってた。いやでも釣り竿でも切れたな、一応。え？
はい、失敗。それはリュウ。はいはいはい、グミ、はい、グミを口に入れた。その口で、はいはいはい、はい、もう一回。うぇということで、皆さんありがとうございました。こんな回もありということで、お付き合いありがとうございました。さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ふえりんぬです。ありがとう。ええー、は言うてからやんねんな、だいたい。